令和5年2023年3月21日火曜日、戦勝虎の日、一粒万倍日、天赦日、春分。天赦日というのは天の万物の罪を許す日という意味で、年に5、6回しかない最高の吉日だとされています。一粒万倍日は一粒のもみが万倍にも実って帰ってくるという意味で、わずかな行いが万倍にも帰ってくる縁起のいい日とされています。どういう宗教から来ているものなのかはお姉さんの勉強不足でよくわかっていませんが、天赦日と一粒万倍日が重なる縁起のいい日、さらに虎の日も金運がいいとされています。春分という季節の節目でもあり、なんだかおめでたい気分になりますね。宝くじでも買おうかしら。戦勝だから午前中がいいのかな。3月21日のお姉さん日よりは次のような順番で進行します。1.24節気、春分 2.72項、スズメ初めてスクー3、社日4、国際デー4つ、後その他の記念日6、誕生日7、期日8、出来事。それでは今日もお姉さん日より始めますね。今年の春分は3月21日ですね。国民の祝日になります。春分は24節気の4番目にあたり、だいたい3月の後半頃の期間を指します。定期法では太陽光経が太陽光経が0度の時点を指します。2023年では3月21日の6時24分です。春分と秋分は昼と夜の時間はほぼ同じになるタイミング、多くの地域で季節を区切る目安に使われています。でも春分にしろ秋分にしろ、どうしても昼の方が少し長くなってしまいます。というのも日の出を認識するタイミングが水平線から太陽の上端が出てきた時になるのに対して、日の入りを認識するタイミングが水平線から隠れ切った時になるから、日の光が見える間は昼と認識してしまうため、太陽が2つ分動く時間だけ昼の方が長くなります。太陽の中心が水平線と重なるタイミングで日の入れ日の出とすれば、だいたい昼と夜の時間は同じになるはずです。でも肉眼では難しいですよね。3月20日頃から3月24日頃の春分の初項にあたる時期を72項では10項目にあたるスズメ初めてすくうと呼びます。繁殖期を迎えスズメが巣作りをする時期、スズメは普段は巣を作らず集団で肩を寄せ合って眠ります。でも卵を産むためにこの時期になると巣を作り始めますね。枯れ草なんかを加えて飛んでいるスズメを見かけることがあります。スズメは外敵を避けるために人間を利用する鳥、人間が住まなくなったところではスズメも姿を消すことが知られています。でも人間にとっては稲を食べる害鳥、追い払われてしまうので、人間の目につかないような高いところに巣を作ります。スズメの巣を探すときは足元に注目するといいでしょう。巣を作るときにこぼしたゴミなどが散乱していることがあります。今年の3月21日は社日にあたります。社日は雑節の一つで、うぶす長身を祀る日、春分および秋分に近い土の絵の日に行われます。何でも土の絵は土のことを指すのだとか。うぶす長身は生まれた土地の守り神ですが、この場合は単純に土地神様のことで良さそうですね。春分が過ぎて暖かくなってくると農業が忙しくなってきます。その前に土地神様に五穀豊穣を祈ってお祭りしておこうという日です。春の社日に酒を飲むと耳が良くなるという迷信があり、これを次郎巣と呼びます。春のお彼岸、農繁期前のお祭りの日として社日が活用されているようですね。3月21日には5つの国際デーが制定されています。国際人種差別撤廃デー、世界史デー、国際ノウルーズデー、世界ダウン症の日、国際森林デー。国際人種差別デーは1966年の国連総会で制定された国際デー。1960年3月21日、南アフリカのシャープビルでアパルトヘイトに反対するデモ行進に警官隊が発砲する事件がありました。この事件はシャープビル虐殺事件と呼ばれ、69人が死亡する事態となったのです。シャープビル虐殺事件を受けて、国連が人種差別問題に取り組むきっかけとなったことから、事件の起きた3月21日を国際人種差別撤廃デーと定められました。世界史デーは世界史家記念日と訳される方が多いかな。1999年にユネスコが取り決めた歯科を通じて言語の多様性を促進する日、歯科の持つ創造性の力に目を向けようという取り組みです。国際ノウルーズデーはペルシアの新年行事ノウルーズを国連が承認し国際デーとしたものです。ペルシア語でノーは新しい、ルーズは日を表しており、ノウルーズで新しい日、つまり新年を意味します。ノウルーズは春分から始まる新年であり、イランを中心に中央アジア、
アゼルバイジャンからアフリカと広い地域で祝われる祭日です。東洋と西洋の文化的な交流を反映し、互いの文明に影響を与えてきたとしてユネスコ無形文化遺産にも登録されています。世界ダウン症の日は、ダウン症のある人がその人らしく安心して暮らしていけることを目標とした国際デー。ダウン症の発症原因の多くが21番染色体を3本持つことに由来して3月21日が選ばれました。国際森林デーは森林の保護について啓蒙する国際デー。森林の保護は SDGs の目標にもあり、持続可能な社会のためには不可欠な要素です。国際森林デーには毎年テーマを決め取り組みがされています。2023年のテーマは森林と健康。3月21日は他にも記念日が定められています。先日紹介したランドセルリメイクの人同様に、小学校を卒業してランドセルをミニランドセルに作り直すサービス、3+2+1が6になることから、6年間使い続けたランドセルへの感謝を表す日とされています。催眠術の掛け声 3-2-1 で催眠術の日。昭和26年1951年3月21日に国産初の総天然食映画カルメンコ郷に帰るが公開されたことに由来して、3月21日はカラー映画の日。2006年3月21日ツイッターのサービスが開始され、最初のツイートが投稿されました。記念すべき最初のツイートはツイッターの共同創業者ジャック・ドーシーによるジャストセッティングアップマイツイッター。ツイッターの愛が抜けています。春分を過ぎると暖かくなり、手ぬぐいを使う機会が増えるだろうから、日本手ぬぐいの日。プリっていうのはプリントシールのこと。プリで撮影するときに3点に1とカウントダウンが入るので3月21日が選ばれました。3点に1で始めようの日。アジは漢字で五辺に参りと書くことから、3月2つと1でフライと読ませる語呂合わせから、3月21日はアジフライの日。冬と夏の中間にあたる春分、場所によってはまだ雪が残り、スキーやスノボができたり、海ではサーフィンをする人が見られます。いろいろなアクションスポーツができることからアクションスポーツの日に制定されています。とある仲良し4人組が同窓会をする日、卒業式のシーズンで祝日なら集まりやすいだろうということで春分の日が選ばれています。個人的な日付ですが、日本記念日協会に登録された記念日となっています。春分の日に酒風呂に入るという風習はありませんが、酒造会社が季節の節目に健康のために酒風呂に入ろうというキャペーンを貼って作った記念日。最初は酒造りの責任者、杜氏と杜氏をかけたダジャレだったけど、ついでに春分、夏至、秋分も含めたみたい。夏木マリさんが品種改良に携わったバラ、マリルージュの収益を発展途上国の母子の支援に充てるプロジェクトから、マリルージュの日。レオパレス21のサービス、マイ DIY の日。ゴルフブランドゼクシオのロゴ、XXIO から、O を取ると XXI21 になることから、毎月21日はゼクシオの日。本格芋焼酎こびきブルーの発売日3月21日から毎月21日をこびきブルーの日としています。海津神社では8月21日に香の物祭を行うことから、漬物業界では毎月21日を漬物の日としています。3月21日の記念日は以上です。漏れや抜けがあったら教えてね。3月21日に生まれた著名人は、宋の初代皇帝趙忠忠で927年生まれ、五代十国時代に終止符を打った人ですね。でも2代目の弟の方が黒幕っぽいですね。すぐに代替わりするし。でも文民統制を敷いたり、前王朝の王族を保護したりと目立って優れた点も見られます。戦場で折れた棒を鎖でつなぎ使ったという話があり、タフシコンの創始者とも言われます。次週の開祖踊り念仏一点、1239年生まれ、歴史の教科書で口から坊さんが出てくる木像が載っていたのを覚えています。放浪の旅を続け、民衆を引き連れて踊り念仏をやっていたというから、かなり歌舞いた人物なんだろうな。シャンソン歌手、料理研究家、平野レミ、1940年生まれ、変な盛り付けで有名な人ですね。変な人だと思っていたら、もともと和歌手だったのね。キャラクターで売る土壌があったということかしら。3月21日に亡くなった著名人は、ベーシック英語、チャールズ・ケイ・オグデン。英語を簡略化させたベーシック英語の草案者、現在でも英語の初級学習の参考にされています。3月21日に起きた出来事。1960年シャープビル略殺事件。1972年高松塚古墳で極彩色壁画発見。2006年ツイッターで最初のツイート。2019年
イチローが引退を表明。2023年、何かある。今日も一日、頑張りましょう。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。またお姉さんに付き合ってね。